昼、歌舞伎町へ向かう横断歩道の前で外国人観光客がバシバシ写真を撮っていた。確かにここだけ昭和のギラギラ感が残っているもんな、なんて考えながら桜通りへ。昼でもギトギト脂っこい装飾過剰な街だ。人の欲望というか佐賀が伝わってくる。たまになら面白い街だが毎日来るのは勘弁だ。精神的に胃もたれする前にすぐ右手に曲がる。急に静かになり、違う意味でレトロな建物が登場する。新宿区役所だ。どこもかしこも歴史の埃が染みついて黒い、明かりも暗い。 M さんと合流し、タバコの匂いが染みついていそうな木の手すりを持ちながら階段を降りて地下1階の食堂ケヤキに向かう。昼時だから食券売機の前に数人並んでいる。前のおばあさんが使い方がわからずおろおろしていたのでささっと手伝う。この人スマホはおろかパソコンも使えないんだろうな。ちょっと失礼か。礼を言われてちょっとこそばゆい。自分は日替わり A 定食の豚肉のオイスター炒め620円。 M さんは新宿ゴジラカレーを選んで中へ。改装したのだろう。古びた建物にふさわしくない明るさと小綺麗さだ。でも席の間隔が狭くて食べている人の距離が近いからゴミッとした感じがある。しかもそこにスーツの人たちに混じって足元おぼつかない高齢者や外国人の家族が座って食事をしており、妙な活気が感じられる。まさに新宿らしい光景だ。壁には野菜を食べようというパネルがあちこちに飾られている。そういえば券売機の前でもやたらアピールしていたって。 B 定食はヘルシー定食だったし、みんな健康を意識する時代だもんな。けどそういうのいいんだよ。健康って権利だろ。強制されたくはないよ。ヘルシーもいいけどオイリーなのが食いたい日もあるんだよ、なんて思いながらおばちゃんに食券を渡す。定食は小鉢が一品選べるらしい。ナスの揚げ浸しをセレクト。オイリーがいいんだよ。他の小鉢は切り干し大根とほうれん草のおひたし。ヘルシー。ご飯が大盛り無料らしいので変更。ずっしり重い茶碗を渡され少し戸惑う。どこぞのチェーン店みたいにケチってない。こんなところは昭和な感じ。早速実食。豚肉のオイスター炒めはレンコン、パプリカ、玉ねぎ、野菜たっぷり。味噌汁もしっかり出汁が効いて、わかめと油揚げがしっかり入っている。なんだよ全然ヘルシーじゃん。そういえば昭和は暴飲暴食、喫煙、当たり前なオイリーな時代。令和は随分ヘルシーになったんだな。そんなことを思いながらもう一度野菜を食べようパネルを見る。確かに新宿に来る人って健康なんて気にしない、してられない人が多いだろうに。そんなに野菜を食べさせたいのかね。M さんのゴジラカレーは真っ赤な色をした激辛カレー。近くにゴジラがシンボルの東方シネマズがあるからそこに引っ掛けたのだろう。火を吹くほどではないがだいぶパンチが効いた辛さらしい。役所にしては攻めたメニューだ。食い終わって横を見ると20代くらいのあんちゃんが漫画みたいな特製ご飯を頬張っていた。おばちゃん持ったな。ゴジラカレーの中途半端なダジャレも含めそういうところは昭和だ。一見綺麗なようでごちゃごちゃで清潔さの中に貧しさが混じってる。本当にカオスな食堂だ。食い終わって神楽坂に移動してコーヒーを飲む。そういえば神楽坂も同じ新宿区、山手と下町くらい対抗意識あるんだろう。隣の国、県、市町村は仲悪いとか言うけれど、これって区内でも普通にあるよな、なんてふと思う。人間ってランクをつけてマウント取りたがるし、うん、平等、多様性が大事な令和だと叩かれるから絶対口に出せないな。自分の中の意地悪な黒い昭和的感情を再確認した2時間だった。